はい、スガチューバー。あー、山田さんなんか出たの久しぶり。久しぶり。そんなことないですか。いや、そんなこともないです、はい、なんと今日さっき、はい、書類決済書類をしてたら、はい、利用者さんの賞与っていうのが見えて、はい、いや2万3000円ぐらい、はい、はい、なんすか賞与、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 給与とは別の賞与。そうですね、はい、はい、あの毎月こう皆さんにこうお支払いしてる中にちょっとずつこう出てくるものっていうんですかね、それをこう端数、端数とかを取っておいて、はいはいはい、1年に1回皆さんに、はい、あの、はい、お疲れ様っていうところで賞与、はい、1年に1回なんですか。はい、今1年に1回です。ボーナスとして皆さんにあのお渡しする。なるほど、はい、そうすると今月は給料もあって賞与もあるから、はい、3万円ぐらいなんですね。そうですね、はい、単月でね、はい、おお、今回は多く行きました。素晴らしい、はい、いい仕組み。どうせなら6月に払えばいいのに。本当ですよね。なんかちょっと実はずれちゃったんですよね。5月でね、はい、5月で、はい、いやいや素晴らしいですよ、ありがとうございます。今日は利用者さんに賞与が出たみたいなタイトルで、はい、大坊さんと上田さんも写しとくと。いやだ、うちの法人嫌だよね、こうやってね。いやいや、おいおいおい、喜んで喜んで喜んで、後ろで出る気でちゃんとあの喜んで喜んで、ちゃうちゃうちゃう、さっきあのつけで買ったやつ全部払ったんですから僕。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、みんなのお給料になります。結構貢献してると思うんですよね。あ、もうすごい貢献してね。昨日も夜お客さんにいっぱい買ってもらってですね、はい、はい、みんなのお給料にどんどんつながってますので、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで今日は山田さんでした、はい、ありがとうございます。